ラーメン缶の自動販売機。おでん缶や菓子類も一緒に販売されている。ラーメン缶とは、ラーメンを模した缶詰である。麺屋、武蔵の店主が、新潟県中越地震のボランティアに参加した、際の経験から発案した製品であり、藤士高と企画会社、うまい FU が2007年に企画、発売した、札幌ラーメン缶がその走りである。麺は小麦粉ではなく、 こんにゃくを使用しているために伸びることがなく、缶の上部には折りたたみフォークを添付している。発売時には、フジテレビのスーパーニュースにて秋葉原にあるカフェメイリッシュのスタッフに試食させ、放映時には、未入荷だったが、秋葉原で大人気のラーメン缶と紹介された。その後、おでん缶等のメーカーの天狗缶詰をはじめ、他の会社も同様の缶食品で追随した。 麺にこんにゃくを持ち、缶に折りたたみフォークがシュリンクパックされている、等、基本的な仕様は他社のものもほぼ共通している。また、藤高うまい FU も東京風、博多風など各種ラインナップを拡充。蕎麦、うどんなどの他の麺類を模したものも発売された。藤高製のものは、地域のタバコ店でのタバコ売上減現象の代替手段として、 主にタバコ店の自動販売機を中心に各地で販売された。その一部の設置先は富士高の公式サイトに掲載されていた。その他、他社製品も含めて一部のコンビニエンスストアなどでも販売されている。また、災害時用の非常食として売られていたこともある。秋葉原界隈ではおでん缶ブームの影響もあり、自動販売機のほか、 パソコンショップなどの店頭で売られていたことがある。2010年2月現在、うまい製のラーメン缶は発売が終了している。自動販売機には投入されていない。ありがとうございます。